はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。さあ、今回の魔王級はリストラされたオリハルザムさんです。今回のメンバーはジンレイさんとペイさん、そしてカルジョさんで、カルジョさんにはボイちゃんにも入ってもらってます。はい、カルジョナビットです。はいね、まあまあね、面白くないけどバトスパラです。バトスパラじゃないと耐えられないからしょうがない。しょうがない、しょうがない。ね、装備ね、もろもろ俺も柔らか戦車だね。今回守備力がね527しかないな。まあまあまあ、イオと、ギラモリモリで、完全なるカメです。いざという時にベホマラー、まあ使わないことを祈ろう。そしてジンレイさんがバトで火力役ね、黄金竜の爪でひたすら回してもらいましょう。そしてアヤペイさんがスパー役、まあ、背負前が1だけど回るでしょおそらく回ってほしい。そしてカルチョさん、カルチョさんが、カルチョさんもやらかさ戦車みたいなね。でもおっと、守備力560で俺より高い、きっと耐えてくれるね。多分大丈夫だ、多分大丈夫、俺より硬いし。カルチョさんに全部いけ、よし。大体全体攻撃だからそんなのないかそうですね、大体全部全体攻撃で、食事はジューシーステーキで攻撃力アップ、リッチベーグルでヒットポイントアップ、イチゴスライマイスとチンチャオロースーと、まあ、リッチベーグルはね、大吉で50にするっていうのも一つだけど、まあギライオ体制ですよと。よろしゅう、お前鍛えてねえのか、鍛えろよまあ使うことないはずだけど、どうせいつか抜くにしてもその時10にするんだから。まあまあそうですね。さあとりあえずまずはね、パラピオだね。それぞれ自分で使うか。ボイチャ使ってない組の行動を見てからのがいいかもね。かぶっちゃったらもったいないから。あ、使いやがったな。チームの道ちょっと見よう。ヒオリミンでベギラゴ帰れる。これ卒業したら自分に使う。パラに守ってもらう方がいいと思うんだけど、まあ防御してもらうしかないね。俺に来たか。まあまあ防御してるから大丈夫でしょ。黄金竜の構えの防御なら耐えれるだろう。 60% カットだもんね。さあ際どい、痛い、際どい。いけたか、ちょっと怪しいぞ。俺はいけた。そっちはよしよしよし。あ、そんな贅沢な。うん、余裕かな。ミラクルネビラは回復技、怒るのいつだっけ。怒るの数行動アップ、まあいいやちゃんと見てなかった大丈夫だ。ミラクルネビラは回復技、ミラクルネビラは回復技。ベホマラ、まああとはいや、いい火力、いい火力。ゲージマだけじゃないんだよねこいつ。ヒートだけですからね、ひたすら殴ってりゃ終わる。刃の大防御中は何もしないと。でベホマラーもらえるかな。さあどれくらいか帰ろうよ。これはまあ湧き立ついるね。カルさん湧き立つ、湧き立つ。いやいや大丈夫なはずマジ。じゃあ信じてる。基本的観測背負前欲しい、背負前。もうすぐ刃の大防御来るからね。カルさん大丈夫か。あげよう。ありがとうございます。ジンレイさんはピオリムも欲しいところ、どうせすることないだろうし。で突撃、あ突撃の、まあ、地殻変動を、よし、ピョリミいらなくなったね。まだすることないだろうけど。ああ、それでも治るんだ。
で地殻変動を受けて占有。占有は回復。装置から試したら治るんだっけ。あ、もう終わったのか。防御は防御なんで、スキルとか使ったらもう。よし、ミラクルネビラ準備。まあ、調子から試されたら飛ばしてもらってと。よし、このコンボの後だね。だしでいいねー。で、調子からためを確認して飛ばす。次されるとまずい。であとはこだまして音捨てしてもらって、まあまあ音捨てなくてもそれなりにダメージ出てるから、で一貫で怒りのあれ変えれる。じゃああれかな、あっち優先してもらった方がいいかな。名前が出てこない。で、お前おいけいける。あ、これ死んだんじゃない。よし、即即、お、耐えた。なんで耐えたんだ。パラディンのあれか。そうですね、一死残るやつで。まあ、ベギラゴンはゴミダメのはず。まあ、怒ってるね。で、ベギラゴン。そんなに怒るなよ。ねえ、まあ、ベギラゴンは、こだましてもらいますか。チューイーン。俺たちのミラクルで、今してもしょうがない。早めにバックアップしとこう。お、でいいね。いってと、ミラクルネビラは回復技。よっ。ほら。覚醒近くがコンボになったら困るから、ちょっとコンボ切り考えといてね。うん、コンボなってる。コンボ切りよろしくね。ね、ありがとう。コンボ切り。よし、センキュー。出てこまる。これ怒り治んねえの。怒り治んないですね。めちゃめちゃ痛いし、よりも湧き立つ。俺も湧き立つしかないな。これは刃の大防御までにね、ダメージが欲しいね。俺はこっちを使っとかないとまずい。ミラクルネビラで返し役になってあげてくれ。あらあら、あ、ちょっと早かった。確認してからにすべきだったか。こだまがないか。こだまでしょうか。回復、あ、いて、あ、使って、お、いいね。これはホイミーかな、カルトさんね。
つ治るのこの怒り。本当。ずっと怒ってる。ずっと怒ってるんですけどこいつ。なんでそんなに切れてますか。切れてないですよ。違う違う違うか。そこでボギー。近く変動。もう耐えれるか俺これ。あ、近く変動は固定ダメージだったはずなんで。あ、そう大丈夫です。せよお前。バキタツ。ミラクルネビラが抜く。はい。はい。こことしたか。早く怒り収まれよなこいつ。こいつは痛い。使うわ俺。あ、はい。あらあら。もったいない。あらあら。もったいない。まあ、小玉。小玉もらって。よし、カルちゃん占有。おお。おお、オッケー、下がったのでっか。で、占有占有、小玉のミラクルネビラ、ミラクルネビラで終わりかな。いけるかな。ミラクルネビラ待ってね。いった。いけ、カルさん。宇宙人です。わあ。あらあら、コンボが手間がなかった。終わらない。光らないと。視覚変動を与えれるだろう。その後湧き立つ。これで攻撃で普通に進化。湧き立つ。ここで欲しいね、しずく。誰か残ってないの。大丈夫か、耐えたな。耐えたな。大丈夫だから。じゃあともね、殴ってもらおう。多分いけたろ。ヒューでベギラゴンも耐えたことないし。まあまあ、あと湧き立つしていくだけだね、俺たちは。あなたの攻撃力が上がっても仕方ないんですけど。次の通常攻撃来たら一応ちょっと静く考えて、うん、まあベホマラ待ってくれてるし、でもう一回で終わりかな。でベギラゴンもういいんじゃない。終わった、終わったか。よーし、どうですか、いけたか。もうですですね、俺が1で耐えたから1で耐えたから。いやー、まあ、しずく1個もったいなかったけど、まあ別に困るほどでもないね。その後崩れたわけじゃないし。はい、クリアー。オリハルザムの鱗。しずくももらえたよ、と。ギラ弱、イオ弱、ヒットポイント中。いいね。これはいい装備だ。結構使いやすい。これはいいね。本当にいいね。まあ、ただ割と強いっていうか、でもそうでもないか、そうでもないよな正直。だって俺の守備力522ぐらいしかなかったのに普通に耐えれたし。うん、まあね、今回はね、あまりにも俺たちにポイントを与えすぎてリストされちゃったね、オリハルザムさんだけど。オリハルザムめちゃめちゃ楽だったのにな。こいつしかしないからね。こいつ来たらこいつしか狙われないから今回リストラされちゃったけど。新しいセールスマンいっぱい来たけど、俺オリハルザムさん担当が良かったなって。なぜリストラされちゃったんだ。オリハルザムさん何、ま、リストラされちゃいました。業績良すぎてリストラされた。逆でしょ。割引しすぎてマイナスだったんでしょ、こいつのせいで。そういうことか。だからクビになったんでしょ。イエーイ、魔王級オリハルザムと。まあまあまあ、的役、スパ役、パラ役、パラは耐えれる。やっぱスパはベホマラーをうまく回さなきゃいけないのできついね。となるとやっぱ溢れるが欲しくなってくる。あとはルビス奥義で火力を出すか、ルビス探検の美回復が結構でかいっていうのもありそうな感じだ、ね、やっぱ回復でかいよね。あの美回復もでかいっす。
怒り中耐えなきゃいけないから、怒り中の通常攻撃を常に2段階で受けれるっていうのが探検で強そうなところだよね。ただそのせいで一番初めに守られるまでに死ぬかもしれないけどね。あるある。2頭が、はい、まあ別にさ3ついらないからさ、普通に2個スキルつけて盾でもいいと思うけどね。まあまあまあ、何はともあれオリハルザムの魔王級でしたね。まあ今回はいないけど、まあ、前回でいっぱい鍵持ってたりしたらぜひ挑戦してみてくださいといったところで、魔王級オリハルザム終了です、ね、それじゃあまた次の魔王でお会いしましょう。それじゃあ皆さんさようなら。